はい、皆さん、こんにちは、ゆきです、えー。今回はですね、先日受けた ILT の結果が出たので、それについて話していきたいと思います。 2021年の12月の後半に人生で初めて IELTS をカナダで受けました語学学校が11月の下旬ぐらいで終わってそこから約1ヶ月後ぐらいに受けた試験だったんですけど4月から語学学校に行ってて、まあ、4ヶ月5ヶ月間ぐらいの期間の力試しということで IELTS を受けてみましたで日本で受けたことある英語の試験は渡航前の TOIC e だけですねでまあ IELTS とか TOIC e とか何ですかっていう方はもう調べてもらえればいいと思うんですけど、まあ、1つの英語の試験で今後これはどんどん どどんん受けていこうと思いますで今回のスコアなんですけどオ、ね、オーバーオーバルが5.5という成績でしたまあこれは正直ですね全然高いスコアでもなんでもないんですよ上まで行くと9.0とかそこら辺まであるんでまあ半分ぐらいかなとか思うんですけどでもこれ ILS ってそもそも下が2とか3とかないので4.5ぐらいから始まるんですよね言ってしまえば低い方です、まあ、ただそのやっぱり ILS ってやっぱ6とか7とか取るのがすごい難しいとか時間がかかるって言われてる試験でまあまるでトイックのような点数が取れたかなっていうような気がします ただ、IELTS と TOIC で僕はちょっと違うなと思ったのは、ま、あ TOIC にもあるんですけど、基本的に IELTS って絶対4技能なんですね。Speaking, Listening, Reading, l i t i n g まあ、この4つの試験でありながら、さらにマークステストじゃないんですよ。まあ、あ選択問題はあるんですけど、技術が必要なところもあるので、ま、あ TOIC よりかは自分の実力がより、例えばその、Reading とか、Listening っていうところでも出てくるかなっていうふうには思います。それぞれの内訳言っていくんですけど、ま、あおそらくほとんどの方の得点源である、Reading と Listening がですね、5.0だったんですよ。で、l i t i n g が5.5。 スピーキングはでしたこの結果を受けて、正直な感想を言うと、受ける前の僕のなんとなくの数字の予想と似てました。もしかしたらスピーキングの点数が一番高いんじゃないかと思ってたので、えー、その通りでした。えー、なぜかというとですね、リスニング、リーディング、ライティングをやってる中で、圧倒的に英語のボキャブラリーが足りないんですよ。絶対ここで点取れないって分かってたんですよね、受ける前から。ただ、スピーキングに関しては、なんかいけるんじゃないかみたいな謎の自信があって <laughs>、まあ、留学してきてから本格的にこう英語を使って喋るってことをやり始めたんですけど、意外 意じゃなかったんですよ、まあ、過去の動画でも話してる通り辛いこととか自分で勝手に苦しんでたことはあったんですけどもともとその営業をやってたせいか日本語で喋るのってすごい好きであの何かを説明したりとか誰かと話すのがやっぱ好きなんですよでそれと最近似たような感覚で英語もどん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 こう使ってこうっていう意識にはなってこれてるんでまあそういうところから実はちょっとスピーキングだけ少しだけ自信あったんですよ他かのに比べて言ってしまえばライティングなんてもっと自信なかったんですよ <laughs> これ。 <laughs> あの、本番書いた回答って持ち帰れないんで、覚えてもないんですけど、まあ、恐ろしい文章を書いたなっていう風には覚えてます。各項目でですね、そのフィードバックみたいなのが、あの、簡単にネットで書いてあったんですけど、リスニングとリーディングに関しては多分この点数に応じて、なんかこう自動的にもう設定されてる文章がそのまま来てるような感じで、ただスピーキングのとこを見てみると、あの、まあ、もっともっと英語で他の人と話してみてくださいと。で、その中で、難しい話や、難しい内容があっても、自分の知ってる最大限の言葉で、なるべく説明できるように、 なってくださいで、そういうことにもどんどんトライしてって、まあ、要は、ここでも言われてるのは、自分の語彙力とか表現力を高めてくださいっていうことだったんですよね。すごく単純なフィードバックなんですけど、もう本当にこの通りで、意識しないとですね、どん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 同じ単語ばっかつめっちゃうんですよ。単語帳とか使って知識をこう、覚えてるつもりでも、それをやっぱ口に出さないと、全然増えていかないんですよね。その会話の幅が全然広がんなくて、あの、人と話す機会っていうんですかね、っていうのをもう一個一個大事にしてって、なるべくこう、新しい表現とか、どん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 チャレンジできるように頑張りたいなと思います。で、最近気づいたんですけど、 やっぱり会話なんで、相手の話してる表現とかってすごく参考になるんですよ。自分じゃ絶対使わないような単語とか、え、それとそれの組み合わせ使うのみたいな単語でやっぱ使う人っているので、そういうのは勉強になるなと思います。そのスピーキングのインプットって、その紙とか本とかからじゃなくて、日頃の会話から、人の会話からこう取るみたいなっていう意識もやっぱあるんだなっていうふうに思って、まあでもやっぱ何よりもこの ILS っていうのを受けたおかげで、もう英語に対しての見方がどん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 変わってきてて、それは一ついい点かなと思います。今後なんですけど、ILS に関しては半年に一回受けようと思います。最終的 の目標ととししてははオオーバーバー7.0 7.5もしくままで、えー、取りたいなと思いな思すそこまで取れると、まあ、資格としても十分な力を持てますし、自分の英語力も地盤が固まったものになってくると思いますし、今後仮に自分が海外の大学に挑戦したいってなった時に、ILT のそのスコアを使えるんですね。っていうのがあるので、もういろいろ自分にとってプラスしかないんですよ。基本、この ILT っていうのに従って、この2年間は、プログラミングと並行して自分の英語の勉強っていうのをどんどんやっていこうと思います。えー、ということでちょっと簡単にですが、 前回のアゲ率を振り返りました。ちょっと思ったよりもいい点数ですが、世間的に見ると全然高くない点数なので、2022年の6月頃またテストを受けよと思うので、それに向けてまずは頑張っていこうと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。